皆様こんにちは。そしてお久しぶりでございます。お忙しい中ようこそ3回目の大阪ヤマハ LMOB 会にご出席をいただきまして本当にありがとうございます。昨日の天気予報ではすんごい雨になるとかいうことだったんでめっちゃ心配してたんですけど、まあ、強力なる晴れ男がいらっしゃるのか晴れ女がいらっしゃるのかはたまた自然がちょっと配慮してくれたのかななんていろいろ思ったりするんですが、まあ、本当に、ね、いいお天気で集まりやすかったんじゃないかということでそれは嬉しいんですが、お天気はたまにっていうかね、気候、自然優しいばっかりじゃないというのをまたまた思い知らされてしまいました。先日の熊本地震、まだ本当に余震がずっと続いているということで、まあ、我々は20年以上前になりますけれども阪神淡路大震災で本当に怖い思いをしました。なので本当に人事ではないということで、まあ、犠牲になられた方、それから今被災してとても大変な状況にいらっしゃる皆様方にどうぞ心を寄せながら、そしてなんかそういう皆様のことを考えながら我々何かできることがあればやりたいなって、多分皆さんもそう思ってらっしゃると思うんです。今具体的に何ができるかっていうのは分からないまでも、今日もそういう思いも秘めながら、素敵な演奏をいろいろと聞いていただいて、なんか思いが一つになってそのパワーが向こうに届けばいいななんてそんなことも思っております。2015年平成27年9月24日藤尾正成先生他界、享年78歳。日本テレビ 11PM にレギュラー出演、そしてヤマハへ。1969年、昭和44年、ポピュラーソングコンテストポップコン開催、大阪ヤマハのポップコン制作室プロデューサー、ディレクター、アレンジャーとして数多くの曲音楽家を送り出しました。気の済むまでやってていいよ、いつまでも待ってるから。こんな曲もあるけど聞いてみる？音楽の理論も勉強してみたら？楽しそうやね。なかなかファンキーや。ポップコンのプロデューサーとしてというよりはミュージシャンとして私たちに接してくださいました。曲を通じて作曲者の表現したいことを一緒に見つめ、迷った時にはお茶目な冗談とアドバイス、曲を通して私たちを育ててくださいました。藤尾先生の音楽を愛する心、人に接する時の優しさ、藤尾先生本当にありがとうございました。藤尾先生にプレゼントさせていただきます。さあ、まさしげ。
にお越しください。大塚善翔さんです。はい、もう藤野先生とは本当に長いお付き合いでしたし。